ファンタジー、ミューンズの一族の、サシエ・フレデリック・ジャッド・ウォーは、アメリカ合衆国の画家である、様々な海の風景を描いた。第一次世界大戦中は、画家のエバレット・ワーナーの指揮下で、アメリカ海軍の船舶の名彩塗装をデザインした一人で、ある、ニュージャージー州バーリントン軍のボーデンタウンに生まれた。父親は、フィラデルフィアの有名なパノラマ画,画家、肖像画家のサミュエル・ウォーである、 父親の二番目の妻の子供で、イボ姉のアイダウォーも、画家、イラストレーターとして知られている。フィラデルフィアのペンシルベニア美術アカデミーで、トマス・エイキンズに学んだ後、パリに渡り、アカデミー・ジュリアンで、ウィリアム・アドルフ・ブグローに学んだ。パリを離れ、イギリスに渡り、イギリス海峡の佐ク島で、海の風景の画家として活動した。1908年に、アメリカに帰国し、 ニュージャージー州のモントクレアに住んだ。はじめスタジオを持たなかったが、食料お品会社の社長で、鉄道会社の出資者、美術コレクターのウィリアム・ティ・エバンズが、年に1枚の絵を渡す条件でスタジオを提供した。後に、メイン州のベイリー島やマサチューセッツ州のプロビンスタウンにも住んだ。1614年に、イギリスの探検家、ジョン・スミスが、 メイン州に訪れてから300年になるのを記念して、モンヒガン市まで開かれた展覧会では審査員を務めた。1915年に子供向けのファンタジー小説、ミューンズの一族を出版した。1918年にはアメリカ海軍の依頼で画家のエバレット・ワーナーをリーダーにした海軍迷彩部隊のデザイン部の一員になった。 ジョージ・レミントン・ヘブンズによる王の電気によれば輸送船、レバイアさんなどの大型船の迷彩のデザインを行い、右往単独の功績ではないが、迷彩に関わった船は一隻を除いて、戦争で失われなかったことを誇りにしていたとされる。プロビンスタウンで亡くなった。息子のコールトン・ウォーは、画家、漫画家になり、漫画の歴史についての書籍、ザ・コミックスの著者として知られている。 ありがとうございます。